それではおはようございます。やすべチャンネル、やすべです。おはようございます。ヨッシーライターです。はい、本日も COD やし、間違えた、ごめんなさい。コーナーコーナーに行く際、テイク2、テイク2行きます大丈夫ですかいや、ついついいつものつで COD してた。コーナーライブやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ではお先に失礼します。あー、飛び込み失敗したー。くそー。うわー、授業で言っちゃったま、はい、マロさん、こんばんは。今日もよろしくお願いします。よしさん、マロさんから挨拶されます。 ありがとうございます。こんばんは。あれ、飛び込みました。あー、いだお決まりスタイルになっちゃってますね、この最初飛び込むみたいな。そうですね、ちょっとしかも今日は失敗しちゃいました。失敗しました、本当ですか。足から飛び、大丈夫ですか。 足から飛び込んじゃいましたまあね、失敗してもね、腹打たないんでいいですこれ。そうですね、ちょっと折り合いで支度しますか。はい、今は、はい、じゃあうちの新人を紹介いたします。これ、はい、あ、そうか、はい、あ、ちょっと待ってね、行きますね。どこに置いてきます。はい、あ、ここ奴隷がここで馬どこって聞けない。あれ、ヤスペさんどこまで行きました。自分馬どこ置いたかなと思って、あ、ここだここだ、ちょっと待ってくださいね。 あの正面玄関前にいますよ。あ、待って、はい、わかりました。あ、家見た、見えた。はい、おい、すいません。はい、これがタルタル君です。タルタル君ですか。タルタル君、はい、本当タルタル君ってことはタルマンですね。タルタル君ってことは、そうです。なるほど。で、こっちがうちのモモレンジャーです。どうぞ、モモレンジャー、どっちですか。ああ、ここか。はい、モモレンジャーさんね、はい、これは元誰だろうな。黒い手のキャプテンですなるほど、キャプテンこの間までキャプテンだったんで、はい、月をキャプテンっていう名前にしてたんですけど。そうです、そうですね。ちょっと名前ちょこちょこ変えるもんで分かんなかったですよ、今。年代的にちょっと誰も理解してくれなかったんでもっと分かりやすいベタな名前にしましたなるほど、はい、なるほど。じゃあ、どれ連れてきます、今日の。はーい、麻婆と、ちょっと待っててくださいね。はい、来た。はい、では、あ、近い近い。はい、今日はどちらへご案内していただけるんでしょうか。はい、ですね、今日は移動席がね、やっと作れたもんで、とりあえず寒い方に移動席を置きに行きたいと思います。移動席、そうです、はい、やっとワープできるようになりますよ。地図のやつがなくて、すごい。なので、はい。それなんか、触るかなんかすると飛べるんですか。あ、ちょっと、置いたらやってみましょうか。あ、わかりました。はい。で、すみません、ちょっと待ってくださいね。はい。はい、ちょっとお待ちください。ライブ、あ、来た、やってきた。ライブ映像が。あ、リュウさん、こんばんは、お疲れ様でーす。今日もよろしくお願いします。こんばんは。よし、ごめんなさい、はい、はい、OK です。では、あれですね、いつもの細い道を抜けて、地図のお部屋をお借りして、はい、死の丘に行きましょうか。はい、では、ついていきます。はい、あ、ちょっと待ってください、荷物を確認します。忘れ物ないかな。異様を持った、はい、KY ですね、今。はい、いやですね。待ってよ。何か足りないような気がするな。タイマー。ちょっと待ってくださいね。すいませんね。出てきたってすいません。ちょっと待ってください。自信なくなってきちゃった。移動席作るに。足りないともう一回。あ、大丈夫だ。大丈夫ですか。 OK です。はい、すいません。作業手順書を持ちました。持ちました。OK です。確認になりました。はい。はい。では、行きまーす。おーい。あれ？おーい。そっちですか？あ、
ごめんなさい。本当に聞いてたのに。道間違えてる。慌てちゃって今日は。今日は大丈夫ですかね。占いは。死の丘行ったらちょっと奴隷もあれですね、確保したいですね。はい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 。発光棒が壊れると。今日なんか やばい予感が、なんかおかしいですね、なんか。そう、さっきの見たけど、ヨシさんやっとじゃないけど、もう57まで来ましたね、レベルが。やっとですよ。もうすぐですね、カンスト。ところが、地道にレベル上げやってるせいか、はいはいはい。なんか、粛清メーターもなんか地道に上がってるんですよね。あ、いいっすね。この間、この間やったばっかりなのに、もう来ちゃう。いいっすね、いいっすね。あれですね、もうここはもういいっすね。できればその死の丘で来てほしいっすね。うまみがないもんで、この間の。あ、しまったしまった。あれ、もうワープでいいですか？ワープしましょう。死の丘なんで。はい。何色でしたっけ？あれ、どっちだっけな。ここです。ここです。ここのなんだろう、この薄い緑ですね。薄い緑、はい、はい、はい。はい。はい、では、いきますよ。はい。はい、行こう。おー。あ、来た。来た、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 来た。あれ？あれ？飛べない。飛べない。飛びました？あ、今飛んだ。なんだ今の。ああ、いましたいました。あ、なんか重いな。ああ、なんかでっかい建物でもあるんですかね、この辺。これそうですね、いっぱいありますね。ああ、ちょっと今知ったかぶりしてしまいました。さっきおりますよ。さっきあの安部さんがそう言ってたんで。ここ降りる降りる。おー、おー、いつもドキドキしちゃうんですよ、これ。よし。途中の通路に、いつもっていうか、結構な確率で強戦士がいると思うんで、はい、あれも、コンボを持たせます奴隷に。あ、はーい。うちの子ですか、この、麻婆。麻婆はそうですね、うちの子ですね。お、強戦士いた。あ、うん、これは、そう、今日自分、強戦士連れてますけど、多分ここの通路のところに強戦士が。あ、コンボって、奴隷の？そうそうそう、ええ。あ、じゃあ。捕まえる捕獲用のコンボ。あ、じゃあ、あ、これじゃない、これ。こっちもそれ持ってないと、この間みたいに間違って殺しちゃいますよね。そうですね。なので、この、ヨッシーさんの奴隷2人に、もうコンボを持たせちゃってもらえます？はい。その間ちょっと自分水飲んでますんで。はい、馬に入れてたっけな。自分も持った方がいいんですか、これ。あ、まあ自分は攻撃しなければいいもんで。そうですよね。はい。あ、でも一応持つだけ持ってたらいいのか。万が一。そうですね、間違ってもね、間違ってね、ヨシーさん暴走する可能性がありますから。こっちの強い子に、強い方のコンボを持たせて武器を取り上げて、こっちに鋼のコンボを持たせて武器を取り上げて、で自分も一個どっかに入れておくと。こうやってこうやって、はい、準備完了です。わかりました。では行きましょう。馬乗ります？あ、いや、歩いていきましょうか、もう。はい、とりあえず武器持ってと。こんな建物ありましたっけ、この間来た時。
あれな、あんま記憶ないですよね、こんなの。最近、えらい勢いで増えてますよね。増えてますね、なんか、あそこの5人クランとかすごいですよね。あー、すげえ。でかい、でかい建物建っちゃって。やっぱ、これは、うちらもあれですかね、はい、今、マイン、なんだっけ。マイクロですか、はい、マイクロフト。やってる皆さんにそっくりこっちへ移籍してきてもらった。それが PC 誰も持ってないですよね、今メンバーマジですか、あれ、PC、そうなんですよ。 PC じゃないんですか、あれ。あれは違うんですよ、自分は PC で、ムネちゃんラグローさんがプレステ5で、はい、でレイリョウさん、コウリッポさんがスイッチってやってるんですよ。あ、スイッチなんですか、いや、強制じゃない、強制じゃなかったっす。今日は違うやつ。はい、殺してください。はい、一撃だ。あれ、あ、うん、はいはいはい、はい、あ、結構みんなバラバラなんですね。そうなんですよ。それでもできるんだ、マイクロ。そう、あれはなんかね、そのできる統合版ってやつにしたもんで。ああ、みんなと、あ、いや、このままど、あれ、上にももしかしたらダリンシャいるかもしれませんからね。このまま行きましょう、はい、本望で。はい、はい。あ、なんか、あんな建物もありましたっけ。あれ、なんか綺麗な、あ、なんかすげえ綺麗ですね、これ。綺麗だけど表示が今一瞬カクカクしました。さすがに重いっすね。自分のでも重いっす、これ。あー、安部さんのスーパーコンピューターでも遅いですか。ダメですね。あ、やっぱ、あ、カクカクしてる。光がでしょう。でも一応あれですよね、13世代なんですけどね。おお、あ、でも回線の方ですかね、問題は。あ、回線がちょっとしょぼいんですいません。はい、しょ、いや、 5G 回線なんですよ。はい、スマホとしてはね、早いですけどね、5G は。そうそう、そうですね、はい。光と比べると、もう一桁違うんですかね。あれ、なんか、ほら、また、ヨシさん、こう、なんか、でかい、増えてますよ、なんか、増え、いや、この辺、すごいな、人口密度高いな。大都会になっちゃいましたね。みんな来ますからね、やっぱ、ここは。あー、もう、なんか、通り道狭くなっちゃいましたね。そうですね。なんかこんなのもあるし。あ、本当だ。なんだこれ。この間粛清の前の日か、前の前の日かなんか来てたんですよね。あ、はい、そう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 、はい。あ、これ残んなくていい、残んなくていい。あーっと、わい、あー、やられてるな。いません、上のどあれは。あー、あれ、これうちの曲店でしたっけ。そうですね、ヨッシーさんが作ってくれて。あ、壊れてます、もしかして。あ、じゃああれだ、隕石落ちた。マジですか。ええ、やっぱここダメですね、当たりますね。あら、あら、まあ、ああ、正解だからや。こっちばっかいつも来ますね。そう、ギリそこに落ちるみたいですね。そう、いつもね、この岩、この山に落ちるから、ここに広い来てたんだけど。あれ、俺が増築した分は平気ですね。大丈夫ですね。あ、やべ、いや、大丈夫かな。いや、爆発矢と弓をここに入れてあったんだけど、俺なんかすげえ壊れてる。すごいですよね。床が、これ、馬一回この辺置いといていいですか。 あ、いいっすいいっす。やばい、箱の中身がなくなってる。マジか。いや、あ、大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ。ごめんなさい、ごめんなさい。あったあったあった。そんなことってあるんですか。あぶねー、大丈夫でした。なんか、こっちの拠点に移しときます。ちょっとこれ、そうですね、壊しましょう。これ、移設しましょう。これ、そのままうちに動かせますかね、こう。あ、ええ、自分ちょっと一回回収するんで。あ、そうだ、ダーリン車できてたんだ。距離が長いと置けないのかな。一回ちょっと置いてみますよ、この辺。あ、馬ですか。あ、いや、鉄の箱。あ、はいはいはい。あ、そうですね、移動しちゃって。
ちょっと車の方も一回しまいますね。あ、こっちも多少床抜けてる。当たってます？なんかね、床が抜く。やっぱダメだ、こう当たりますね、ここダメだな。そもそも場所を変えますか。とりあえず今置きました。あ、でも割と無事ですよ。あ、本当ですか。だからそっちの苦難の輪に近い方がちょっと食らってるぐらいで、意外と、どっちがあってのかな、通路があってのかな、大丈夫みたいです。あ、本当ですか、うん、やっぱこっち側がやばいんだな、山側っていうか。そうですね、そうですね。そこは、ここはなんで抜けたんですか。でもここも多分当たったと思うんですよね、一発二発こっちにも。すごい。じゃあこれに探さなくてもこれにあったんですね。これ落ちそうですね。落ちますね。だからこっち、こっち平気っぽいな。ちょっとじゃ あのここに苦難拠点ちょっと作り直しますか今日は。はい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 、はい、で移動席置いて、とりあえず今箱を運んでます。はい、あ、箱を運ぶ、はい、お願いします。あれ今どっか消えちゃった箱が。あのあれです、はい、自分回収しました一回。ああはいはい、これも別に、あ、これ寝具もこのまま動か、あれしょ、ヨッシーさん、その、はい、隣、これ多分ギリギリですよね。この形はここしか置けなかったってことですよね。この結構ね、そうですね。そうですね、はい、隣と干渉しちゃってってことですよね。はい、ああ、でもまだ広げれるかどうかな。いけます。まあ、あんまりあれですね、近くに行っても。まあ、上伸ばすっていう手もありますよね。そうですね、そうですね。だから、どうします、 10×10 マスぐらいの下で上に伸ばしますか。はいはいはい、ここがやられてんのか。ああ、なるほど。はいはいはい、この辺無事だな。だけど、たまたまかもしれませんからね。この間はその一番この右端だけだったけど、こっちにも落ちるから、やっぱ多分これ落ちるんでしょうね、ランダムで。落ちるんでしょうね。なんかおろおろしてるんですけど、どうしようかな。ちょっとまだコンボ持ってる。コンボじゃなくて、建設ハンマーにもじゃなくて、だから あここはもう戦友だ、やっぱり。若干いけるぐらい、あと3マスぐらいかな、あの横にいけるぐらいですね。マジっすか。ちょっと今石を手に入れてます。あ、そうですか。前もちょっと出せるな。木もいるんだよな。なんかこの辺の木はなんか針葉樹で硬そうですね。あ、針葉樹。音がないか。見た目の杉の木みたいな感じですよね、これ。はい。よしよし。まったくみんなむやみに作りやがって。人のこと言えないですけどね。早いもん勝ちですか、これ。そうですね。
うわぁ、強制にしでもないか。なんか来てる。奴隷はいたんですけど、ダメですね。ネームドいません。あー、なるほど。あ、マジでコンボのまんまだ。お、置ける。お、置ける。置けるぞ。置けるぞ、置けるぞ。置けるぞ。あ、意外と置ける。防具落とせ。はい、私は黙々と。あ、お願いします。あ、落ちろ落ちろ落ちろ。拠点を各こっちへ拡張してます。あ、ここ置けないのか。あ、そうですね、3マスぐらいしか。ここは置けたぞ。あ、こっち行くと置けるのか。変な形になっちゃう。なんかがあると。あ、もう石がなかった。あ、麻婆なん、まだあれ持ってんだ。麻婆、麻婆、それじゃ、それじゃいくら戦っても麻婆コンボ、コンボでヤギ殴ってる。それ切り、切りないよ、切りないよ、切りないからやめて。コンボでヤギ殴ってました。君たちね、頭使えよ、頭。コンボでヤギ殴ってどうすずっともう持ってますね。もうずーっとも殴ってる。いや、もう持たせとけ。ただの動物虐待ですそうですね。なんかさ、わがしいなと思ったんですよ。いや、ヤギでした。なんかまた奴隷なんか攻めてきてんのかなと思って。はい、ずーっとヤギをね殴ってんですよ、二人で。ボコ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 、私が殺すまで。追い出すと笑っちゃいます。何やってんのかなと。ものすごい受けてるじゃないですか。だって何やってんのかなと思ったら、ヤギボコボコにし。あの、終わったら俺がこの石を砕くの黙って見てるし、もう。もうこの辺って奴隷いないんですか。あ、そっち上ですか。あ、いや、まだ今日奴隷って捕まえます？あ、そうですね、時間があれば。まだコンボを持たしといていいですかね。あ、あ、もう帰っちゃってもいいですよ。自分がこっちに一人配置してますんで、コンボで。あ、本当ですか。ええ、うん、大丈夫ですよ。こいつらコンボを持たしとくと何やるか分かんない。君たち、コンボ返せ。あー、そこもそう、落ちてるんだよな。ごめん、笑っちゃう。もうコンボ持たしちゃうと笑っちゃって仕事にならないんで。仕事にならない。何やってるかと思います。言ってもいいですか。どうぞ。そこまで受けると変な形になっちゃったな。とりあえず今日囲えれば。あとあの拡張リフォームはやるとして。はいはい。あ、違うんだこれ。
あの、なんかあるからここ置けないんだな。オブジェ、ものが。あ、そうかもしれないですね。そうそうそう、隣のエリアと競り合ってるってり、なんか。誰か来た。誰か来ました？向こうの方っぽいですね。多分ここ奴隷を捕まえに来たんだろうな。誰にしは湧いてるかなみたいな感じで多分。ああ。こっち奴隷ダメよみたいな。いや絶対日本語じゃないでしょ。あ、今日本語でしたね。ええ、奴隷っぽく言いましたけど日本語ですよ今の。今なんか笑っちゃって仕事にならないんだけど。もうクタクタですよ今日。出だしからクタグダってましたからね。粛清であのあれですよね、疲れちゃいましたからね。気が抜けちゃいましたね。やってきた。床高くするしかないのかなこれ。あ、すいません、鼻水拭いてもいいですか。ですね。奴隷にこんなに笑かされるとは思いませんでした。あれ、あ、まだ置けるの。もう置けるだけ、広げられるだけ広げちゃおう。人の迷惑顧みず。うん、いや、これどこまで落ちるかな。よいしょ。その落ちた正解子は正解派にはないですよね。そうなんですよね、それが不思議ですよね。どうせ落ちるんなら鉄腕がいっぱい。そうですよね、誰か拾いたいですよね。取りに来ちゃったのかな。ああ。あれ どうですか、広くなりました。そっちどうでしょう。ああ。結構なんかむちゃくちゃにむちゃくちゃな広げた。何ですかこれ、あれ。そういうことか。あれ反応が鈍いぞ。あ、ここ置けない。敷き詰めたかな。ここ置けない。この辺、なんでこのスペース、こんなとこ置けないんだ。ああ、これ置けないですか。と、なんか、その手前を一個壊して置き直したりする。それか、床なら置けるときが。ああ、はあはあ、あれ。あ、もう石がなかった。あ、戦友だ。ここが戦友。なんか飛び出てるのかな、もう一個。ダメですね、ここは。戦友ですね。ああ、ちょっと石がなくなっちゃいました。はいはいはい。あ、じゃああれじゃないですか。ここの2個は取っちゃって。四角にします。割とギザギザでも平気で作ってます。このぐらい、この感覚出してもいいじゃない、とりあえず。とりあえず。もう、目いっぱいまで広げちゃって。ちょっと壁も一回。作ります。ね、壁。作り始めます、はい。壁も壊しちゃいますね。壁も壊しちゃいますね、一回。はいはい。ここはいいか。ここはいいか、ここだけ残してもらえた。あの、うまく壊すと、フロアが壊れずにそのまま、いけちゃったりする時ありますよね。そうですね。よしよしよし。石をいっぱい。意外とこの辺、石も、木も少ないんですよね。そうなんですよ。木が、あ、石も少ないか。でも、木結構、さっき杉の木がいっぱいあります。
あ、そうかそうか、木はあるんですよね。また石が15分ぐらいで湧いてくるんですよね、多分。そうですね、はい。まあ石も湧いてくるから大丈夫か。はいはいはい。意外とこの鉄鉱石、ええ、これ鉄鉱石多いんですよ。あ、ありますね、そうですね。これみんな鉄鉱石なんですよ。そうですよね。お、なんだこんなスペースがあったの。で、鉄鉱石取ると石も少し取れますもんね。そうですね、鉄鉱石多いっていいな。うん、鉄は、まあ、まあ基本ですからね。貴重ですよね。はい。このあれでやってんな。なんかそろそろこのピッケルがやばいっすか。だいぶ傷んできたんですけどね。あれこの間直したっかな。俺も直せるんだったっけ。まだ、あ、そうですよね、直せるはずですよね。まだ自分のね、実力がよくわかんないんですよ。あ、業界か。多すぎる。広げちゃいますよ。2段だと苦難のは入んないんだっけかな。変だな、入んないな。苦難のはビッグですか。そうですね、ビッグですね。あ、ここが向こうか。こっちは広げれるんだ。あ、そうです。隣のこの占有がかかっちゃってるんですよね、ここ。こっちは、あ、こういう形か。よしよし、そろそろ囲うかな。じゃあない。あれ？これつながってない。あ、これつながってないんだ。そっちダメだ。ちょっと奴隷、ちょっとあの、どいてもらっていいですかね。奴隷どこ行った？奴隷、あ、ちょっと君邪魔だよ。これか。この辺で待ってて。あ、すいません。君もじゃあ君はこっちへ配置しとこう。なんか来た時のために、はい。あ、この土地は占有されてます。あ、置けないんだ。あ、ここ置けるですよね。マロさんすげえ早くなりましたよね。そうそう、おかゆが確かに少なくて済みますよね。監督ネームと言いますんで。ああ、苦難のは置けないです。え、置けないですか。この上はダメですか。肝心な、どうですか。ここの上。上広いですか。上広いっすよ。
出れない。これ広げちゃいますか、これを。あ、ちょっと待ってください、吉田回してみますんで。はい、ちょっと待ってくださいね。あ、置けた。上からの視点でいけた。はい、すいません。あはい、いいじゃないですか。はいはいはい。じゃあこれもっと囲っちゃいます。そうですね、あとはもう好きなようにお願いします。了解です。はーい。で、あれ踊り子いましたよね、ここ。あれ置いてなかったっけかな。あれネームド確か置いてましたよね、ここに踊り子。あ、いなくなっちゃいました。あれそう言われればこの角に置いてあったんだよな、この隕石が落ちてなくなったところ。あれまさか、え、そんなことってあるんですか。え、これ隕石じゃないのかな。でもこれ泥棒できないですよね。できないですね。PVE ですからね。できないですね。あれはやられましたけどね、俺、あのスモールワールドは、スモールランドは。あれはできるんでしょ。うん、持ってけるみたいですよね。あ、そうか、リベログ見ればいいんだ。そうですよね、マロさん。了解です、了解です。いつ切れたんだかもう。確か2日ぐらい来てなかったですよね、こっちね。あ、ヨシーさん来たんですか。あ、来てないです。来てないですね。金曜日じゃない、木曜日に来て、はい、いろいろやって、で、あれですよね、月曜日は粛清だから、粛清始まっちゃうと困るからログインしない、月曜までログインしないでおきましょうみたいな。そうですよね、だからあれだ、そうだ。だから金土金曜、あ、そか、木曜日に来たから、はいはいはい、多分金土日3日間。はい、いないな、やっぱいないな。あ、セペルメルと勘違いしてるかな。あれネームの踊り子、あ、いて、貴様また来ました、やつめーってやつが。はい、寝てる。ここ変に1個だけあれだな。なんで来るんだよ、別に無駄な摂取をするつもりなかったの、今日は。無駄な摂取。ちょっとじゃあ、あれ、今日の目的の移動席申し上げていいですか、もう。どうぞ。これ、横でいいですか。もうね、あれです。置ける、最大、もう、形なんでもいいから、置ける最大、エリア占有って感じでやってますけど、それやってたらたまたまペンギンみたいな形になったんですよね。そうだ、大荷物が重いわ。いや、ここダメだ、ここ置けない、ここが置けない、くそ、また変な形になっちゃう。もうちょっと邪魔にならないかな。やっぱ重いですかね。
あ、木材いっぱいありますよ、吉井さん。こっちに。あ、はーい。はーい。川もありますんで、寝具も引いてください。あ、石もあります。そっか、寝具敷かなきゃいけないんですよね。そうですね。あ、銀の鍋もあるじゃん。ダリンシャも一回入れとくかな。よし。ああ、置けないのか。よし、これで移動がだいぶ楽になる。何の？移動席を今。ああ。聞こえました。聞こえました。なんかこそこそ言ってるからなんだろうな。また粛清始まっちゃうのかと思いました。粛清。あ、本当ですか。やっぱ強いっすよね。噂通りギレーシュとブルトでしたっけ。あ、踊り子ってあれですか、ダルファルの。ですかね。ちなみに強いですか、踊り子も、やっぱり。え、踊り子なのに強いのがいるんですか。ダルファルのなんか踊り子。へー。踊り子なんか強いっす、意外に強いっすよ。お、木材なくなった。あ、そうそうそう、アンシナ、そうですよね、ネームのアンシナ。そう、それも捕まえたいなと俺も思ってたんですけどね。お、材料いっぱいある。あ、いっぱいありますね。じゃあ、お任せして。はい。最近ね、むやみやたらに。そうですよね。よし。まあそうですよね。やっぱどれ、踊り子連れてるのは一応安心ですもんね。どこ行くにも。この辺も持っちゃってたのか。爆発や。ああ、ここも置けないのか。あ、ここは置ける。基礎が置けるのに壁が置けないってどういうこと？変な形。ん？強制しも置かないか。超いらないかな。はい。なるほど。そうですよね。それは飲みますよね。一線切るのか、きついな。なんだこれ、なんか生えてきますね、ここ。
あれ？エイナトロは踊り子ずくめですね。ルーバーうちにいたような気がするな。エイナ200尾、そうかそうか、了解です、了解です。変な形になってしまった。うちも一人、一人で200尾ネームドいたんですけど、確か HP が9800ぐらいで1万切っちゃったんですよね。どっかに踊り子いなかったかな。あ、ここにいた、ここにいた、ここにいた。堕落を取ってもらおう。くっつかないのか、くっつかないのか。あ、逆向きじゃんこれ。じゃあ拠点やってもらってる間にちょっと踊り子を連れてきますよ、一人。はい、確か確かセペルに切りますか、やっぱり。あ、何の音ですか。ちょっとワープ行ってきます。おお、初ワープ。ここには置いたんだ。あれ？あ、置いたよね。そうだよね。これがイミュー、デルケトのイミュー。あ、しまった。ワープ使わなきゃよかったな。地図の部屋で飛べよかった。どうしました？ここに戻ってくる意味はなかったし。さてさて、この後どうしようかな。ここを崩して、崩して、そう。変に崩すとみんなパーンと上まで壊れ、まあ、やり直せばいいんですけどね。ドキドキ。おお、あ、これがワープするやつですか。あと、あ、そうです、横に置いてあるちっちゃくて小さめな、ああ、歩いてるとよく見かけるやつだ。そうです、そうです、はい。あ、なるほど、みんなこれを使ってるわけですね。そうなんですよ。何のために置いてあるのか。 あちこちに置きたいんですよね、一人一人。はい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 、便利ですよね。便利ですよ。あ、しまった、ここで入り口にしてもダメだった。低くてどっちにしよう。ここなら通れる。この1回のワープでこんなに堕落しましたっけ。え、ワープって堕落しちゃうんですか。
楽するんですよ。移動距離ですか。移動距離に応じて。なるほど。あ、そうなんだ。そうか、シノコから遠いもんな。うん、よし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 。2階に何置いてたかな。なんか箱、ん？なんか置いてありましたね。あー、はい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 、この辺みんな2階にしちゃったんだ。高さ的にクリアしてんのかな。いや、行こう。やべやべ、起こした。この辺はいらないから、一回持ってて。馬が前足だけで2階にいる。え、前足だけで。あ、引っかかっ、これ取れば落っこってくるかな。あ、落ちてきた。確かセペルニだと思ったんだけど。吉井さん、さっきセペリの時に踊り子見覚えあります？ん？踊り子ですか？ええ、いたの覚えあります？それってもう、なんですか、改心させたやつですか？そうそうそう、ええ、はい、設置してある。踊ってるのいませんでした？踊ってる踊り子って、最初なんだっけ、大工の隣に安部さんが設置してくれたのは踊り子じゃないんですか？はい、あれ踊り子ですね。あれ踊り子です。それとは別。あ、うん、別の踊り子。3人いたと思ったんですよね、うちに。ネームドがうち2人いたと。安部さんの寝室に1人いたでしょ？あ、じゃなくて、寝室、そう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 、それが今、この、こっちに2階に持ってきたもんで、で、第一区作業台の横でしょ？はい。で、もう1人、確かネームドいたような気がしたんだよな。そう。それでちょっと見ていきます。サソリも復活してる。やばいやばい、ここ出ると下に落ちる。え、罠はやめてくださいよ。扉開けたらいきなり落ちた。どうしようかな、これ。こう。あれですよね、逆にこうゼロからのが作りやすいですよね。そうなんですよね。変に決まっちゃってるから。あー、そうなんですよ。あ、いた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 、踊ってる踊ってる。いました、いました、いました、いました。踊ってました。よかった、気を、あ、しまった、奴隷連れてきちゃったな。しまったな、これ釣りもないよな、ここ。いや、しまった。あ、で、あれだ。あいつが2運びだ。ウルリック。あ、9100か。
どうなん、一回ここに強選手置いて。ああ。空中は置けるんだ。で、地図で飛ぼうかな。お借りしまーす。はいはいはい、これと絡むとこはダメなんだ。あと10分表示なんすか。ピース、あ、サーバーダウンですか。え、あ、こっち大丈夫ですよ。うん、いや、あれです、マルさんの話。そっちですね、はい。取ってきました。言ってましたね。そうだそうだそうだ。モリモリセール。モリモリセールですね。よしよし。お、なんか来た。ここに配置してもらって。なんか来た。で、奴隷をもう一回取りに行ってきまーす。はーい。これ、こういう作業ってあれですよね。はい。一人でやってると、ええ、絶対黙っちゃうから、そうですね。配信に向かないですよね。そうっすね。めったくそ広げてやってる。これ2人いるからまだ会話してますけど、1人じゃ絶対無言ですよね。無言になりますね。そっかそっかそっか。ここの地図を借りてもう一度セペルに飛んで、そうか、これがカームラムのか。ついにしてますね、吉井さん。え、もういろんなもんが絡むんですね。お、受けた受けた。あ、受けました。あれ、何も置けない。なんだろう、なんでなんで、なんで突然置けないのか、この理由がよくわかんないですけどね。そのあれですね、そのなんかちょっと謎判定があるもんで、1個手前のものを壊してもう一回付け直したりとか。あ、わかっ
たこの石の上とかなんか設置したものの上が置けないんだ。はい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 、上に伸びるときですね。そう、あ、そうですね、そうですね、扉をつけちゃうと上がつ、あの、つかないとか、そういう、そういうことですよね。あの床が、設置したものの真上が床が置けなかったり。お、ほいほい、ちょっと待って、またキーやった。さあ、どっから階段上がらせようかな。こっちあんまり広げると、そうか、こっち壊されたのか。そうですね、ええ、もうそっちは行かない方がいいですね。忘れて行っちゃいましたね。と階段、フレアが見えたな。ちょっと一周見に行ってこいかな。ここはだからやめとけ。やめてと。その分裏へ伸ばしちゃえ。あ、まだ広げようとしてるんですか。なんかね、空中だと広がるんですよ。あ、ほうほうほう、あの基礎が置けなくても。はい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 。それをいいことにやたら広げてます。登るところ広げすぎて登るところがなくなっちゃった。どこに階段作ろうかな。これしゃがまないと降りねえ、この階段。どっから登ろうかな。あー、先にこいつ下を下ろしちゃえばいいんだ。よいしょ、下へ移動。あれ、移動できない。あれは向こうダメだ。うん、向こうダメだ。はい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 、そういうことか。ここに階段をつけた、うん、そうですね、ここに階段をつけないと、あれ、階段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 が意外と言うこと聞かないんですよね。踊り手1、全部壊しちゃえ。はいはい。
マーロさん、そうですか。そうですよね。来てましたよね。PC バッチが。なるほど。PS1 にようやく。お、いいね、いいね。天井高くなったぞ。階段がなかなかこううまくつながんないんだよな。あ、つながった。集まりました。うわー、出ねー。よしよしよし。いいぞー。よし、じゃあ、吉田さん戻りますね。はい、もうちょっと回るとこはあるけど、この辺にしとこ。時間も、あ、やべ、10時過ぎちゃった。え、もうそんな時間ですか。はい、やばいですね、残業ですね。あ、とりあえず、そっちも戻ってアディオスにしますか。はい。少々お待ちください。なんか今ちょっと多分この後はいやめられずに続くんだろうなーっていう状態になっちゃってますけど。むちゃくちゃになってますね。ですか。ここは誰なんだろうな。あ、ここもか。すげえな、やっぱ人数いるもんで。あいつら。そんな言い方しちゃダメですよ。もうそんな言い方しちゃ。Qちゃんでしたっけ。あ、確かそんな名前もいたような。ですよね。彼ら。そうっす。ここを壊せば一気に全部落ちてくるのかな。なんかすごいことになってるな。繋がるんだろうかこれ。大丈夫ですか。ちょっと箱を動かそう。どっかどっか隅っこの方にとりあえず置いとこう。大人数って大切なんですね、このゲームって。そうですね、やっぱこのゲームは人数、そうですね。 PVP にしろ、E にしろ。うわー、暗くなっちゃった。ほんとっすね、夜になっちゃった。夜になっちゃいましたね。お、いいぞいいぞ。あっと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 、めめめ、でかくなったぞ。なんか最近やたら建物をでかくするのに凝っちゃってますよね。まあ本拠点にしてもいいですけどね、ここ。ああ、この上がなぜか、ああ、やっぱ下にこの石があるからだ。あ、ああびっくりした。そっかそっか、暗くなっただけか。そうなんですよ、もう暗いっすね。よかった。あれ、なんでこんな手に松明いっぱい持ってんだ俺。なんかの箱が、あれか、なんかの箱に入ってたのかな、この松明。あ、自分がね、結構作っといたんですよね。雪山行くのに、まだ装備がなかったもんで、松明で暖を取ろうとして。どうですか、入っていいですか。どうぞ。お邪魔します。どうなるか分かりませんけど、まだこれ。
とりあえず設置を。これどこでアディオスしたらいいんですか。とりあえずあれですね、ライブはもうここでもう11時半になりますからね。はい、あ、じゃあこの移動席のせっかく設置したんで、はい、分かりました。はい、よし、はい、えらいことになりました。あ、不気味な気が壊れた。あ、いや、あ、今、これ置いたら、そう、手から外したらどうなるかなと思ってやってやっちゃいました。はい、なんですか。さあ、じゃあそういうわけでね、アディオスの時間にしたいと思います。はい、はい、じゃあお疲れ様でした、吉井さん。はい、まあちょっと記念すべき第10回目が、はい、そうですね、超グダグダと。今日はね、のんびりと。はい。ですね。じゃあ、あれですか、はい、もう朝までかけてね、この拠点を。雨降ってきましたから、屋根つけないと。そう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 。頑張ります。あ、マロさん、ありがとうございました。ご視聴とコメントの方と、ありがとうございます。ありがとうございます。ツイッターの方でもね、いつもありがとうございます。さあ、じゃあ終わりですかね、吉田。はい、はい、次は次回はまたちょっといろいろ行きますか。まあ、火山とかもまだありますからね。そうですね、今日予定してたこと何一つやらずに終わってしまいました。のんびり進めていきましょう。はい、了解です。ね、吉田さんももうすぐ感想ですからね。はい、はい、さあ、じゃあそういうわけで本日のライブ終わりにしたいと思います。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。次回のライブでまたお会いしましょう。さようなら。さよなら。なるほど。はい。じゃあ、戻ってお仕事続きまーす。はい。これ楽でしょ、移動が。はい。ただ、この移動席を探すまでがなかなか。そうなんですよ。いたいた。これか。これか、これか。あれ？よし、じゃあ、シング聞くの忘れないように。そうだ。あれ、俺、2階にベッド置いてあったんだけど、消えちゃったかな。あ、ほんとですか。まあ、また作れると思うんで。あ、はいはい。あれ？てか、移動席が見つかんなーい。いたいた。あ、いたいた。X。あー、いけた、いけた。あ、よかった。戻れた。楽でしょ、これ。あ、すげえ紫色になってる。あ、でしょ。あのおっさんのとこで近くにいれば開封してくんで。あ、ほんとだ、ほんとだ。あー、ちょっとこう、なんかもうちょっとマシなのないですかね、これ。いえ、ほんと女の子はいいんですけどね。で、まあ、そうなんですよ。しかもですからね。あ、これ、あ、でも、ダメダメ、そういうこと言っちゃ。ここ、あれですね、配信の時はピーって重ねないと。いや、なかなか回復しないですよ、これ。そうなんですよ。ちょっと時間かかりますね、これ。これ何？紫色のまんまだとなんか、かなりやばいんですか？そうです。そこまでしか体力とスタミナが回復しないもんで。おお、はいはい。じゃあずーっとこのおじさんの踊り見てなきゃなんないわけですね。そうなんですよ。まあ、だからそこでゲームを終えるときはその横にいてログアウトしちゃえば、次の日っていうか次の時に満タンに戻ってるもんで。あ、そうなんだ。終わるときはそのまま横で消しちゃいますけど。あー、いや、ちょっと、もうちょっとなんとかしたいな、この拠点。お願いします。でも、このおじさんの隣にいるのも結構辛いものがあるな。辛いですね。じっとしなきゃならないですからね。一回ロングアウトして戻ってくればいいんだ。あ、それやったことないけど、そっか。それも手ですよね。ちょっと試してみます。あ、はい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 。ESC を押して、で、お、試してきました。お、お、
ダメですね。まだ戻りません。戻ってません。うわあ、じゃあ時間か。ああ、やっぱ時間だ。ですね。しかも、あれ？持ち物が消えている。あ、読み込みが遅れてんじゃないですか。ああ、そんな感じだ。お、急激に回復してる。あ、ほぼ戻りました。あ、ほんと、じゃあそうすればいいのか。ありがとうございます、検証。多分これ読み込みが遅かっただけですね。あ、なるほど、よかったよかった。